吉田とは日本のバレリーナ。東京都国立市出身。1988年より2010年まで22年間に渡って英国の2つのロイヤルバレエ団でプリンシパルを務めた。2020年9月より新国立劇場の舞踊芸術監督を務めている。東京都国立市に生まれる。父親は地方公務員。母親は専業主婦で。 二人姉妹の次女だった。1974年、9歳で石澤秀子にバレエを習い始める。1981年に全国舞踊コンクールジュニア部門で第1位。その後、石澤の勧めで松山バレエ学校に移籍した。松山在籍中の2年間にはコールドバレエとして松山バレエ団の公演にも出演した。取り付きた。 多摩高等学校2年在学中の1983年、ローザンの国際バレエコンクールで、スカラシップ賞を受賞し、英国ロイヤルバレエ学校に入学。当初は、上級学校の1年生のクラスだったが、間もなく、最終学年に移され、1年後の1984年に、サドラーズウェルズロイヤルバレエ団に入団した。ピーター・ライト教に認められ、 4年後の1988年には最高一プリンシパルに昇格した。ロンドンを本拠地とする姉妹カンパニーのロイヤルバレエ団にはプリンシパルとしてたびたび客演していたが1995年にバーミンガムから正式に移籍した。この理由について家族的な雰囲気のバーミンガムに居続けることで成長が止まってしまうことを恐れたためと後に説明している。 イギリスでは、眠れる森の美女、白鳥の湖、くるみ割り人形、ジゼル、ドンキホーテといった代表的な古典の主役のほか、アシュトン振付、シンデレラ、ニネット・ド・バロア振付、コッペリア、マクミラン振付、ロミオとジュリエットなどの少女役、妖精役を得意とした。2009年11月、ロイヤルバレエ団からの引退公演が発表された。2010年4月に、 ロンドンのオペラハウスにてさよなら公演としてシンデレラを踊った。2010年6月29日、東京文化会館で同バレエ団の来日公演、ロミオとジュリエットのジュリエット役を踊り、26年間に及んだイギリスでのキャリアを終えた。ロイヤル対談後は日本を拠点にフリーランスとして活動している。2011年3月11日の東日本大震災の直後には、 ロンドンにてジャパン津波アピール、コンセールというチャリティー公演を企画し、支援活動を行った。2011年5月には、東京でフルスバーミンガムロイヤルバレエ団と、真夏の夜の夢を踊った。2018年6月28日に行われた、新国立劇場運営財団理事会審議にて、同年9月から新国立劇場舞踊部門時期、芸術監督予定者として、 芸術参与に就任することが決定した。2019年8月7日8日に引退公演、ラストダンスを上演し、ダンサーを引退。2020年9月1日、新国立劇場の舞踊芸術監督に就任し、新国立劇場バレエ団を率いることとなった。私生活では2005年に、 日本人の遠藤隆と結婚した。ありがとうございます。